渡辺がボールを奪ってもう一度渡辺というところ、長沼が奪い返す、クロスが入ってくる、ヘディング、先制ゴールは愛媛、藤本佳樹。アウェーの愛媛 FC が先制です。今季5得点目です。いや、まあ今のもパスカットからですね、あの奪ってから、奪った直後に、まあ、素晴らしいクロスを上げましたね。ピンポイントで、もうここしかないというところに上げて、いい場所にまた入りましたね。まあ、狙い通りのゴールじゃないでしょうか。